皆さんこんにちは。古いカタログ、ね、皆さん見てますか？ね、この間は、ボーイミーツなんとかみたいな、ね、そういうあれがあってね、ライブ、ライブを待ってきた。ライブディオ、ライブディオ SR ってありましたかね。そういえば、スポーツグレードってありましたよね。後ろが羽になってるやつ。で、本田さんは、ZX って言うんですよね。ZX。ZX って言うとなんか川崎さんみたいなね、イメージがありますけどね。ZX。なんとかみたいなね。ライブディオ。ZX。でいいんですか？パワードバイホンダって書いてます。泣かせるね、パワードバイホンダで。今なんて言ってます？アースオブドリームスでしたっけ？何でしたっけ？なんかね、やっぱりパワードバイホンダですよね。80年代のね。F1、そして、まあいいや、めくってまいりましょう。これページ数ですね。はい。全身クライマックス。来ましたね。全身クライマックスですよ。ツーピースボトムのフロントサス。金かかってるの、ほら。こんなとこに金かけてね。スクーターなんだから、いいんだよ。トゥデイのサスペンションで十分なんですけどね。そしてディスクブレーキ。ね、この本格的な仕様には誰もがその目を疑うはずだ。流れるようなシルエット、そして鮮やかなカラー、研ぎ澄まされたルックスに思わず心が沸き立つ。ライブディオ ZX、 また一歩限界へ。ニューデザイン40ワットハロゲンヘッドライト、これね、高いんだよこれね、高い。ツーピースボトム HD サス&ディスクブレーキ。ブランドニュー。あ、ちなみにこのキャリパーね、日清のキャリパーだと思うんですけど、トロジャンについてのと一緒です。はい。トロジャンについてのキャリパーと一緒です。はい。さあ、リアスポイラー。ね、リアスポイラー。かっけー！ハイマウントストップランプ。やばいっすね。いいっすよね。いいと思ってないだろって。そんなことないですよ。個人的にはね、スーパーナインの方がいい。 キムコだからね。そう、スーパーナインに比べたら ZX なんてね。 なんて怒られそう。多くのね、これでもうね、ブイブイ言わせた方々いらっしゃるわけでしょ。私乗ったことないな。この間なんかなかったでしたっけ、こんなようなの。あれ ZX じゃなかったの？ノーマルバージョンで ZX 仕様になったの？ 知らなかった。型式が違うんですよ。型式が違うんですよ。そう。AF35 なの、これは。あれ34だったでしょ。あれ ZX じゃないんだよ。ただの DIO。まあ、DIO S。もしかすると、ただの DIO なのか、DIO SR なのかわかんないですけど、それに、この ZX の足回りとか、全部辞職してるんですよ。外観も、だから、それにしてるだけなんですよ。フレームは ZX じゃなかったの。やばいよね。知らない。それさえもわかんないと。車体番号見て、あ、これ、ZX 仕様になってますねって言えなきゃダメだね。違いますね、これ。ねえ、まずいですよね。スパルタンな印象はここにも。透過公式メーターパネル。ね、ホワイトメーター。ね。でもこの辺転がってないですよ、ホワイトメーター。あります？あれ？なかった？これでしょ？違う？違うかな？何？どうでもいい。なんか転がってるとか。ね。ホワイト、レッドのイメージが鮮烈な印象を与える。ウインカーインジケーター装備のメーターパネルは透過公式。いいですね。夜間の運転時にもメーター内の景気をくっきりと浮かび上がらせる。ハンドル周辺のスイッチ類もプッシュキャンセルウインカーなど操作性を重視したものを採用。いいじゃないですか。ね、盗難防止に効果的、独走のシステム、ロックイン。こう、名付けてやったと思ったんじゃないですか。開発の人、ロックインだ。大容量を実現。充実の6リッター燃料タンク。すごいですね。6リッターだもんな。だって、GP125 4.5ぐらいしかないもんな。原付のが入んの。まあ、燃費はね、はるかに GP の方がいいと思いますけど。はるかにもない？いや、そんな燃費良くないですよね。リッター40なんて走んないでしょ？走るんですか？え、知らない。乗ったことないから。
走りを極める本格フットワークアッセンブリー、アッセンブル EX10 なんてありましたけどね、2ピースボトム HD サス、ライブデュオ ZEX の最大の特徴、それは本格仕様の2ピースボトムを採用したフロント油圧式サスペンション。意味があるんですか、ね、XR250 とかもこういうのついてましたよ ね。かっこいい、ね、かっこいい、それがもう一番のあれですかね。2ピースにする必要ないもんな、別にな。そんな別に 160mm 油圧式フロントディスクブレーキとの組み合わせはまさに ZEX の実力の象徴。そして全後輪のアルミキャストホイールにはハイグリップタイプの90910ワイド扁平チューブレスタイヤを、なんかものすごいタイヤがついてるような気がしますよね。別に大したもんじゃないスクーターなんだけど大したもんね。走りを極める ZEX ならではの強靭なフットワークを実現した。すごいな。高出力にマッチ、 ZEX 専用のエギゾーストシステム、 7.2 馬力あるの、あれ7馬力でしたもんね。もうマックスですよ、マックスで。力感あふれるフォルムと鮮やかなクロームの光沢を放つマフラーがエキサイティングなイメージを醸し出している。エギゾーストシステム、内部構造も ZEX 専用設計とし、スタート時や低速走行時はもちろん、特に中高速域での加速時に伸びやかなパワーフィールを体感できる仕上がりとなっている。この顔つきどうですか、ね、この顔つきがたまらないという方もいらっしゃるんでしょうけど、どうもね、今見ると滑稽な感じがするんですけど、そんなことないですか、ね、ん、いいと思いますよ。パープルの視線、クラス最大級 40W ハロゲンヘッドライト、あ、これ裏でちょっとパープル入ってんのですよね。なんか紫色っぽいですもんね。より静観さを増したライブディオ ZEX のフロントマスク、エンジン始動とともに自動点灯するヘッドライトには 50cc クラスでは最大級の光量を誇る 40W ハロゲンランプを新たに採用、そしてパープルのマルチリフレクターを内蔵したクリアレンズは、かつて見たことのない鮮烈な魅力にあふれた ZEX フェイスを作り出す。96年12月現在 50cc クラス市販国産市販車として書いてありますね、最大級の光量ね、便利さを兼ね備えた大容量メットインスペース。だって 40W でしょ。例えば HS1 って 35W ですから。今のオートバイ 35W ぐらいですよ、いいとこね。あのこういうスクーターって。それ考えたら確かにね、40W だもんね。すごいですよね。便利さを兼ね備えた大容量メットインスペース。ね。フルフェイスヘルメットを収納しながら、ちょっとした小物を入れられるメットインスペース。ね。昔は深いんですよね、だからいいですよねこれね、深いのはね、レッグスペースはしっかり確保、ゆとりのインナーラック、 1.5 リットルのペットボトルが入る、すごいですね、はい、そして後ろ姿も鮮烈、ハイマウントストップランプ内蔵リアスポイラー、リアスポイラーって言うんですよ、ここで空気の流れをですね、体を抜けてここで流して、きれいに流して最高速を稼ぐ、違うんですか、何度についてるんですかこれ、格好ですよね。ZEX の証でもある大型リアスポイラーには赤色 LED 発光ダイオード、なんかすごいものがついてるけど、赤色 LED 発光ダイオード、今発光ダイオードってあんまり言わないですね、かっこ発光ダイオード、 LED って何の略なんですか、なんとかなんとかダイオードですよね、そういうことですよね、スモークレンズを使用したハイマウントストップランプが、丸変だよ、あ、そうか、ストップランプがね。またブレーキランプ部にはレッドテールレンズ、ウインカーにはクリアレンズを使用して、その後ろ姿を演出している。なるほどね。 ZEX 仕様、最高出力 7.2 馬力のハイパーエンジン、ちなみにハイパーはホンダ技研工業株式会社の登録商標です。これじゃあハイパーつけられないの、他のところはエンジンじゃなくて全然関係ない業種でもハイパーつけられないってことですか。別にハイパーはね、高吸気効率を誇る四つ葉式リードバルブをセンターケースに設置し、吸排気系を可能な限りストレートに配置した高次元のパワーユニット、それがハイパーエンジンだって書いてあるんですよ、私が勝手に読んでね、作ってないですから、ね、書いてあるんですよ。
エンジンレイアウトに対する最適ボアストローク比の比率の実現、キャブレターの外部環境を安定させるホットエアダクトの装着などにの試みにより、これはあれと一緒ですね、普通のディオとね、ライブディオとね、全回転域でのスポーツ感あふれる出力特性と最高出力 7.2 馬力を達成、そして新たに装備したデジタル CDI が素直なパワーフィールと優れた燃費性能までも提供するね、書かれてある。ベーシックな機能ももちろん充実、メンテナンスフリーバッテリーついてますよ、オートチョック機能ついてますよ、燃料コックを封印した、自動燃料供給装置ですよとかね、まあ、いろんなことが書かれてございますね。素晴らしいですね。さあこんなところでカラーリングも極まって、メーカー希望小売価格は16万9000円です。はい、このあれ、この色のなんかありましたよね、真似したの鈴木さん、ジェンマ、ジェンマとこの色ですよね。あ、ハヤブサもこんな色ありますよね。キャンディーマーベラスオレンジブラック真似したのかな。いや、我らが鈴木は真似なんかしないですよ、ホンダじゃないんだからなんてね、大体真似するのってホンダさんですけどね、ホンダさん真似するの好きです、結構真似しますよね。真似するんだけど、いつの間にかうちがオリジナルだみたいな雰囲気なんですよね。もしくは並べてみてくださいよ、真似なんかしてませんよ、全然違うでしょ、ね、ドカティモンスターと似てます、いや違いますよ、うちの VTR と並べてみてくださいよ、全然違うじゃないですか、エンジンなんかおいしいでしょ、こっちツインカムですよとか、水冷ですよとかね、あれ空冷でしょみたいなね、それぐらいフレームのこのほら溶接の場所が全然違うじゃないですかとか、そういうことを言いそうなんです言いそうなんだけどね、まあ、あの真似はしいかん、ね、真似はしないっていうのがホンダですからね、はい、似てるだけであって真似はしてないと思うんですよ、たまたま似ちゃったんだよね、はい、もうやめとけ、ね、もうやめとけ、ピュアブラック黒いのいいですね、でもやっぱりなんとなくイメージこの色なんですよね、このこれね、このオレンジ色ね、はい、これちょっとなんかあんまおもろくないなんてこと言ってんだろうね、あ、マットがあるな、マット、時代先取りですね、マットね、マット系、最近もうマット系から多いですもんね。それ考えたらね、こんなね、うん。さあ、そんなね、ライブディオ ZX、75キロ、ね、装備重量、ね、うん、7.2 馬力マックスですよ。素晴らしいじゃないですかね。はい、さあ、そんなね、あとで、街に優しくセーフティーランということで、原付きのことなら、ホンダ、原付き免許 Q&A、ね、原付き免許ビデオテキストっていうのがございますね。皆さん知ってます？ビデオテープっていうのが昔あったんですよ。録画ができちゃうんですよ。ね。すごいですよね。テレビの番組とか録画できちゃうんですよ、これで。で再生ですよ、ね。なんか入れてね。ガコンつって。ウィーって入ってね。そう、巻き戻しとか。そう。あるんですよ。倍速。250倍速とか。こう、戻すの。なんで3倍速で撮れる。で3倍速で見る。3倍で見るわけで。ノーマル録画と3倍っていうのがあるんですよ。確かね。ありましたよね。確か3倍でしたよね。あれ、なんとかな。ありますよね。だから通常60分のテープは普通に撮ると60分なんだけど、3倍で撮れば180分撮れるって。で画質が若干落ちるね、確か。そんなありました、そんな機能ありましたよね。 VHS ですよね、これ VHS ね。でベータっていうの買ったんですよ、ね、ベータのかっこいい、なんかね、雰囲気かっこいい感じがするんですけど、まあベータは売れなかったんですよね。でベータの方がテープちっちゃくてね、よりいいんですけど、うん、ね、何の話なんですかね。はい、さあそんな感じで、今回はホンダパワードバイホンダですよね、やっぱりね。パワードバイホンダ、ね、あ、昔ね、シビックだとかね、みんな入ってましたね。パワードバイホンダってね、いいですよね。今のシビックにも入ってたらいいよね。書く必要ないですね、もう十分早そうだもんね、あれね。十分これ早いだろうってね、バカでかいしね、うわすげえよこの車って思うぐらいだから、まああえてパワードバイホンダ使うわけじゃないですけどね、うん、まあでもね、懐かしいな、いい時代があったんですよね、こういうね、パワードバイホンダなんつってね。うん、ね、今はどうなったのかな、うん、ホンダさんは元気ですか、ね、車の方はどうなんですか、ね、頑張ってくださいよ、ね、これステッカーあれに貼ったらいいな、 N 版とか N ワゴンとかみんなパワードバイホンダって入れたらいいんじゃないですか、ね、売れるかもしれないですよね、よりね、うん、てかオプションでもいいからパワードバイホンダステッカーとかね、あったらいいかもしれないですね。カムライドビズアスホンダライブディオ ZX の方でありがとうございました。